月曜日、はい、はい、月曜日です。タバコを消し忘れてますが木曜日気分で参りましょう。はい。いやもう何ですか、下旬に入ったってことですか。そうですね、あと10、あ、まあ、ちょうど2週間ぐらいしたらもう本番ですか。そうですね、うん、そうですね、まあ人間どんな過酷な状況にも慣れていくと言いますからね。そうですね、これも慣れてしまうんでしょう。ちなみに僕あれですよ、うん、昨日まで本番だったんです。うん、そうだそうだ、どおりでいないと思った。そうですね、なんかちょっとどおり最近真島がちっちゃいなと思ってたんです。ああ真島くん、あでももう大体こっちセリフ覚えたよだし。セリフ覚えたんですか。覚えたよだし、あ確実に大丈夫だろうし。あ、なるほど、そうか、当日真島の搬入だけ忘れないで。参りましょう、2ヶ月。はい、そんなところで4月の式典の感想の方にも行ってきましょうかね。4月の式典の感想、はい、じわ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 とさ、そうですね、じわ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 と今のうち読んどかなきゃっていうものが多いんだよ。そうですね、これがまた6月の式典終わる頃には5月の式典の感想がどさっとくるさ。ああ。アフロケットさん、ゲスマシこんばんは。はい、こんばんは。突然ですが先日見た夢に元帥が登場しました、うん、4月の式典で元帥は他人の夢に自由に登場できるという話をしていましたが、あ、いやどうなんだろうねっていう話だったと思うんだけど。そうですね、私のところにまでお忙しいのに恐縮です。夢の中で私はなぜか元帥の面接を受けておりでもね、基本的には3公演とも見た方がいいと思うよってというアドバイスを受けていました。夢の中でもそんな宣伝をしてるのか。そうなんですね。私が今後の式典で1回あたり何公演見るか悩んでいたのを見抜いておられたのです。ズバリ言うわよって。いや素晴らしいですね。さすがです。とりあえず5月の式典は都合があって1公演のみの参加ですが、友達連れて行きます。ありがとうございます。じゃあ見ていただけたということかな。そういうことですね、楽しみにしております。頑張ってください。で、頑張りましたよ。頑張りました。頑張りました、はい、おかげさまで、はい、なんとか3回ガツガツと。そうです。だからね、あの友達を連れてくるって一番いいことだと思います。そうですね、うんうん、まあ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 別にね、3回あるんだからさ、そのうちの1回を見ればいいとは思うよ。そうですね、別に3回も見なくたって、本当はいいんですけどね、はいはい、じゃあ3回でも見て、だ3回 見ても面白いようには頑張ってくる。そうですね、いろいろとやってますよ、帝国ってところは、はい、あの3回ともそれなりに面白みを出して、今回の中堅幹部会とかなかなか面白かった、ね、そうですね、いや大変だったけど、仕込まれてる方後ろ本当に、なんていうのかな、何のための中堅幹部会議なんだと思うからね。休めやしない。休めやしない最後まで休めやしない。でも、例えばさ、今 CD ってあんまり売れないじゃないですか、はいはいはい、だってダウンロードすればいいじゃないっていう。そうですね、で CD 買ってじゃあ何で聞くのって言ったら iPod とかで聞くわけだからさ、じゃあ CD 買ってダウンロードしなきゃって、だから一手間増えてるわけ そうですね、ダウンロードよりも、当たり前なんだよ CD が売れないっていうのは、はい、なんだけどその人の作品に対して、いいねって、あの私は認めてますよって、頑張ってくださいっていう、はい、一つの一票を入れる意味が CD を買うってことにあると思うんだよ。今は過渡期だからね、まだ過渡期だと思うので、はい、CD は発売されてるわけで、で、まあ、CD を所有するという意味ももちろんあるんだけれど、はい、だけど一つにはそのあなたの活動を私は応援しますよっていう意思表示でもあるっていうのはあると思うんだよね。そうですね、だから、まあ、芸術っていうものは基本的にそうやって保護されるというか、その支持する人たちが、はい、お金を出す、昔で言えば貴族の楽しみだったわけじゃない。あで貴族がお金払って何かをやらせるっていうものであって、宮廷音楽でも何でもそういうものっていうのは、はい、でその名残っていうのが大衆マスになっていって、マスがお金を払うからそれをやってくださいっていう一
つのビジネスとして成立してっちゃうわけじゃない、はい、だからそういう意味ではみんなミニ貴族なわけさ。おお、みんな貴族なのね。おお、貴族だってそれだ、まあ本当に生活とか何かを考えた衣食住で考えたらさ、はい、全く関係のない世界だから。そうですね、衣食住がそれで楽になるという世界ではないわけ、だからまあそういうものなんだけど生きていく上では、あった方がいいんじゃないっていうものなわけで、それを続けていくためには何らか一票募金の代わりにするっていうのがその CD を買うことであったり、はいはい、我々であれば DVD を買うことであったり、ないしチケットを買うことであったり、だから別にまあ1公演しか行けないけどじゃあ3公演分チケット買っとくかなとかこれも正しい姿だっていうことになる。あそれも寂しいけどね。まあまあいないけど、すごいなんか、ま、あれソールドしてるのになんでこんなに空席だらけなんだろうソールドはしてるんだけどな。うーん、おかしいなとそういうことだよね。そうですね、あなたの活動に1票投じてますっていう、チケット買えば、はい、そういうことになる。だからあの そういえばさ、先日あのものすごい格安航空会社が参入して、はいはい、日本羽田か成田か羽田かどこだったか忘れたけど、はい、にで羽田かな、羽田札幌間か、はいはいはい、どっかの区間を、の搭乗チケットが5円っていう、はい、5円 ?5 円、5円最初のそのオープン価格が5円、うお、1万人様限定で5円ですっていう、すごっ、ドーンと打ち出したんだけど、もちろん未来英語相談なわけじゃないよ、一番最初のことだから、はい、だけど5円ってことはそれ1万人分全部買っても5万円だぜいやすごい、そういうことなわけだよ。そうですね、そういうことだよ。だからうちの帝国のチケットが5円だった場合にさ、はい、1万枚買ったって5万円だぜっていう、おお1000枚買ったところで5000円だぜ、そうですねっていう、だからそれが要は桃鉄をやってるとですねあの、はい、1億っていうのがあんなに遠かった1億とか10億かですね、そんな300億なら誰が買うんだよと思ったものが当然のように買えるようになるわけです、はい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 、そうなった時に1枚3800円のチケットなんて全部買ってやるよっていうのが来た、面白いね。そうですね、そこら面白いですね、全部買う、俺一人のためにやれっていうそんな式典があったらまあ、うん、ここでのネタにはなるなっていう。そうですね、ネタにはなります。たった一人のために式典やりました。すごいなそれ。そんな状況がね、あの名古屋の大勢演芸場に行くと普通に味わえたりするんだけど僕一人のためにやってくれてるっていう僕入った瞬間に、あの始まるみたいな感じで人が入ってきたからというのもありますから、まあ、名古屋とか行かれる方いらっしゃいましたら、覗いてみるとよろしいなちょっと見たいですね、それは。おめでとう、原生ごと楠本修正とマーシーこと真島新太でした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。